ごめんなさいね。まあでもこれで俺かゴーダが必ずマイクを握れるというか運営近くに入れるとは思うので、はい、始まっていきました。はい、クソ松さんこんばんは。あー危ない。さあ A 筐体には今日はみぞえんさんが来ていますよと。あのみぞえんさんです。で、相方はイノレイチェル、メルブラの仏こと。まずは徳原24もあんのお前団員すげえな。はい、ごめんなさい、ちょっと見てませんでした。はい、さあ青いがつながっていて、ケダモガード中段に合わせて椅子、素晴らしい。イノさんの場合かなり合わせていますよ。え、あー危ない。あー、バスを吐く、飛ぶ、風を使ってとりあえず逃げた。ツバメまだある。いい、椅子を裏当て、これは風を使うが、おお、そんなバカな。ダメよ、先に行っちゃう。レベル2アクション。さあ、まあやはりあれですね、レイチェルも今回かなり強化されてますが、まあやはりライチは面倒くさいのでしょうか。さあ BA で降りてくる、レンちゃんコンボミス、コンボミスが少し目立つか。 2B、 6B で止まる、中段からツバメ、ここはバーストを確定でやりに行く。とりあえず逃げる、まだ時間もあるのでチャンスはある。いい、ツバメを少し警戒しすぎるとこうなる。2B からツバメ締め、あったのは徳原。未曾園艇が見れませんでした、あれ。あ、出てきた、すいません。おそらくあの多分ね、猫が回線を抜いたんだと思います、すいません。ちょっとカード読み込ませんでしたが、いや、すぐ復活したんで多分なんか障害があった感じですね。さあ未曾園ラグナ VS アーキラフじゃない、スレイヤーアズライル。さあアズライルを本作初と復、あーっと、これは素晴らしい、しっかり押している。さあこのスレイヤースライル、内寄りガードが硬いが、まずはジャンシーから PC から CDD ナイトメアエッジ、2位からボディ下げ、ランタクバーストハーク、2位ゴミ、2C 固め継続させていくが、これは素晴らしい、空中ぐらいとりあえず弱点をつけて、いやー非常にお互い的確ですね。サイザーガード、おっと、あっと補正が切れて、さあ B 筐体ではお猿さんのように吠えている、あっと助かった形だぞこれは。あ、だが、あ、おい、スレイヤーさん繋がってないよ、どうしたの、アンソン病、ジェンアンソン病、お互いの段位が不明ですね。まあスレイヤ君はだいたい16、7、8あたりです。ミゾエさんは分かんないですね。25段、マジですげー、え、宗家ヒット、さすがです。
痛えぞ。 PK 状態終わりました。いい勝ちました。E 兄弟はじゃあユーボー君とコーダ連戦で、マオアラ君とヘレナさん、マオアラ君とヘレナさん入ってください、お願いします。はい、 B も終わった。おー、一歩取っているミゾエンさん。まだ終わりじゃねえぞ。君たちの勝ちかな、ここだね。さあ終わるまで待って、え、2-1で勝ち。はい、じゃあ漆黒級チーム天地スワンペンが B 筐体 B で、で、三山コンタチームとアキラフーニチーム C でお願いします。はい、お願いします。さあコンボしてるのはスレイヤー、あー、これは前作からもあるぞ。ダーミゾエンさんがやられていく。勝ったのはスレイヤーズ・ライル。キャラパワーを感じた一言。さあというわ、あ、しかも今の動画撮ってなかったつまりこの俺の今の粗相は動画に上がることはないのです。素晴らしい。タイムシフトは見るなよ、絶対だぞってやつだねごめんなさい違いますよ、確信犯じゃないですよあれ、またん、カードに問題があるんだと思う、しかしちょっと福井県のカードは読み込まないというおかしいな、都会に対応できていない、ネシカカードが都会にビビっている、やめて、カードを読むのはやめてと。ミゾエンさんですよ。いやでもこれでミゾエンさん勝てばもう一回チャンスが、あ、ちゃうわ、ないわさあ天地面、しかしジンにキャラがいてもう23段もある。僕のテレミテやろうよ、いや、やろうよ兄さんさあミゾエンだけど、まずは先手 B から D デスパー ECACDD ナイトメアエッパカリ。さあしかしうまく散らしていきますね、みどりさんも。おお、いいですね、小判はね。あ、いや、この天地は元白面使いの方の天地マンですね。いわゆる老害天地とクソガキ天地と最近割り振られてしまった、ああいったらちょっとお兄さんのアダルティーな天地マンです。いや、うーまっ、ナイトメア飛び越えたら読んでいた、これは地上ぐらいで助かった形に。さあキャンセル OD、 さあ時間が過ぎて、さあここでタバコ、天使マン、タバコは良くないよ体にはい、一本選手天使、あ、これは見えない。6A からガード確認してガントレット、つながらないが、つながった、つながらないよ、カウンターだったのに繋がりました。小判割れ、素晴らしい、置いてあるが続かない。 CD6、 おお、確認している、地上ぐらいでしたが素晴らしいですね。はいはい、 D0、 はい、じゃあイワシグランディアでやってる、もう、はいはい、今のガントレット出なかった系じゃないですか。いやいや、え、本当に本当にやってない、ものすごい拒否してくるんですけどなんか突然ハイジャンピーが見えたような気があ、やめてください、今コメント初めて言いましたけど、ちょっと試合が終わってからにしましょうね、はいさあ直画確認からの、お、うまい、しっかり 5A から、あっ、だがつながらない、あー、テンチマン素晴らしいですね。 BC からの D サーフィン、
さあエリアル締め、よけして、これはバースト吐く、危ない、体育しっかり見ている、これは殺しきれたの ではと言って、さあ中だ、さあこれは 2-0 ですかね、みぞえんさんの勝利。ちょっとみぞえんさんのカードを読み込まないという謎の現象がちょっと起きていますが、まさかさっき一瞬でしか読み込まなくなったのもまさか福井県のネシカが強いじゃあ、人事チームとスレイヤー徳原チームいますかね。はい、録画ボタン OK、 素晴らしい。さくらまきのジンとスレイヤースライル、おっとちょっとコンボミスが目立つか、動揺しているのか、さあかぶった時に強いアズラエルの素性だ、読んでいたのにもかかわらず2段目当たる、漆黒病、はい 5B2B ジャンビカウンター勝っていく、さあそうジンもやはり強い、 6B から戦勝山じゃない飛山戦 C で止める、いいですね、拒否をしっかり読んでいってます、グローラーですって危ない、助かったで、だからあー非常に昇竜拳を警戒したところで、あっと呼んでいく、あっ繋がらない、うわやめて、 You lose、 天地チームが 2-1 で勝ち、お、やるね、はいはい、じゃあここは最後やってください、草壁 2-1 で勝ち、ここでやったんかな、で、トミーくんが 2-0 で勝ち、ここやね、じゃあ最後やってないもん同士やってください、さあ今日ちょっと試合を見てない間に、おい天おっ、あ出ない、あーうわー、ハートキャッチャースライム掴んでいく、相手の心と体をがっちり掴んでいく、さあハートキャッチとか言うとあの的井さんが飛んで、若い天地くん、おもう名前変えよ、天地くんもう名前変えよ、いや天地くんじゃない、天地くん名前変えよ、もうドスコイでええやん、じゃあもう藤井でいいよ、うん、なるほどね。天地さんは天地さんに謝罪したもんね。そうなの、知らなかった。さあ見ると、あーいいですね。段位が近い者同士の対戦というのは素晴らしいもの。置いている B、サビ、素晴らしい。C かぶったが。そう、あのね、ジンの 3C もほんで意外と硬直ないんですよ、バクステだったのでクライニゲにかぶった、あっあーお、これはさすがに知らないですよね、逃げたいく、とりあえず安くまとめてどん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 、ディオイテ
さあこれどっちが勝ってもおかしくないぞ。うわー連射、一体何を打ったんだい珍路、わけがわからないよ。連チャン対空かな。さあ先制は天地中段 B から 2B。 さあしっかりリスク管理、降りてきて置いて、だが飛んでいる、素晴らしい。さあ貫通してくる棒、うおっとジンのジャンビが勝ちましたね。今ライチの連携に BC かな。おっと CD が漏れている、安く済んだと思ったは安い、まあ一応安いか、だが運ばれている。さあライチ運送レンチャンね、中段ガード素晴らしい、下段もガード、わあこれはさすがにきつい、だが立ちぐらいだったのに、上に入ったところとかかな、体力もほぼ五分、コンボミス、中段ガード、ガードが素晴らしい、テンチマン。おおおお、何もないところ、あ、危ない、うっと、なんか非常に怪しいシーンが多いが、C、船井は失敗、帰ってきて、バーストを読む、読んでいく、切って、あー、なぜだ、今、せっかの追撃じゃなくても死んでたんじゃないのか。あーどうなる、うレンちゃんガードしている、うっ、あー素晴らしい、 C 置いていた。さあ天地がこらえて、やはりイワシグランディアが強いですね。じゃあ郷田くんよ、運営を変わってもらって俺たちのボックス試合に行くぜ。はい、お待たせしました。じゃあ日月くん、まといさんチーム、お待たせしてます。日月、まとい、はいと、アルブくん、ポロピッチョ、ポロピー、ポロピー、試合だよ。E 筐体へ行って、 E 筐体、はい試合です。じゃあここからはあのゴーダマンに喋ってもらおうかな。はい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 、今どうなってんのこれ、今どうなってんの、決勝戦、決定戦、あでも天地、天地陣が23歳になってる、早えなやっぱ。いや天地さんマジうまいからね、やっぱ昔から。 うわージャンビー、ジャンビーしろって、相手のアドバイス、スペイさんだ、うわージン・アズラエルはもうかなり、なんか出始めからもうアズラエルがかなりもうゲロ吐くような、あーパンサー危ない、さあ視聴者置いて、やだぞやだぞ、危ない、さあめくりジャンビーになって、これバスト危なかった、アクティブフローも入ってるんで何か当たったら、あー読んでいる、さあこれは余裕で決めていく、さあ天地座酔いじゃない、天地座酔いはまた違うみたいだ。天地そうなんか間違えちゃうんすよ、どっちも同じだ。
はい、FG の、同率3位になったんで、テルリンか、テルミツカイのキューちゃん、あ、キューさんと、フタバレットと、あ、じゃあ、アベマツくんとテラレナチーム、代表戦を B 兄弟でやってください。代表戦を B 兄弟でやってください。テルミツカイの Q さんいる？トイレかな。まあまだあの組み合わせ残ってるからゆっくりでいいですよ。で、5だ、ごめん。ここにこっちが1位、これが2位で今書いていってるから、また書いていってくれる。で、3位は別で分けといて。トーナメントやからごめん。16、6の6やろ。で、14チームやね。そうですね、負けた方とカズニャンさんとは僕らが次試合なんで、最初はグー、じゃんけんほい。勝ちましたよ。ああ、いや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 、あとだしね。あとだしね。はい、ワンピー、はい、貴様の行くべき道は開かれる。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Is this getting all pink? さあ、なぜか実況を任されたキューレディウスですが、これは誰だよくわかりませんが、カズニャンさんのニューと、ノエル使いのなんとかって書いてますね。英語が読めないのでですが、さあ、切り返していきます。見事な 2B、 あれでなんか踊りを潰したみたいですね。ちなみに私と漆黒のチームはなんとか2位抜けでちゃんと本戦までたどり着くことができました。皆さんの声援のおかげです。さあ、これはえ、なんて録画してるんじゃないの。さあさあ、カズニャンマクチュール、さすがというでしょうか。元素の力を操る見事な中段をかましていきました。さあ、盛り上がっているアテナ日本橋、圧倒的な叫び声、非常にうるさいですが、何か盛り上がることがあったんでしょうか。灰皿も落としています。さあ、めちゃくちゃ治安が悪い感じですが、しかし画面の中は非常に真面目。さあ、多分ヒズキさんなら、ヒズキさんがさあ、ホセギルチドンという汚いテクニックを見せつけ、その後踊り振り立ち回り戻っていきますが、さあ、カズネシ、ここは遠距離キャラクターなのに鋭い 2B を繰り出していきます。さあ、長ったらしい退屈なコンボから下方向に飛ばす技、そして中段的な技を飛ばしていますね。さあ、動けないヒズキのエルですが、このまま何も起きずに死んでしまうのか。しかし、ひねる、ここは刹那の右のごとく急にボルテージを上げていきます。さあ、元気でコンボミス、何でしょうか、何が起こるのかと思いきや、何かが起こりそうな。お、早い、圧倒的な速度で、さあ、的石のいい音が響き渡ります。さあ、良くない感じがしますね。だが、頑張っていただきたい。さあ、ひづきのエル、ガーキャンを使われたが気にしません。さあ、ここはカズヤンニューもしっかりガーキャンで切り返していきますが、うまく DK 等をガードしています。素晴らしい立ち回り。さあ、空中ダッシュを通し、あとがつながらない感じですが、さあ、ラピカンで少し様子見。さあ、デアオート、ここはコパンで割り込んでいきます。さあ、これが原始の力を操るマクシェルでしょうか。精霊の玉の上だけあって非常に痛いコンボ。さあ、体力も残り少ない。あーっと、ここは 3C を通してしまい、日月のエロ敗北してしまいました。さあ、非常にいい勝負でしたね。さあ、ここは後ろに控えるマトイ、ここが近い試合になりました。さあ、アンソン、
あ、まといハンターと書いてありますね。レギオンでまといを煽っていくが、本当にハントができるんでしょうか。これでハントができなかったらかなり恥ずかしい展開ですが、さあ緑色のコートが光ります。アンコン狭間ですが出ました。なんか殴りつける技から殴りつける技で中断を仕掛けていきますが、ここはここね、見事に外します。まといともね、さすがデルギーでしょうか。実践値が高い。昔からいるキャラクターは任せてくれと言わんばかりの。さあ3回ステップを刻み画面端で追い込んでいきました。さあ 6B を確認してから OD して、 OD してなんかやって、ここは見事に割り込んでいます。まといさんはやはりすごい2A のタイミングがうまいですね。さあエクシドアクセルも見事に回避。さあかなりブトマの集体を晒しているアンドアンドマですが、ここから切り返していきましょうか。さあ見事にめくりタコをガードしています。うまいですね。めくりタコをガードするとあのような挙動になるとは初めて知りました。さあ汚い宝石に炸裂しています。さあ桜京子14歳中学生にも容赦がありません。まといここね、さあ誰派なんでしょうか。おっとラッキャンからガードキャンセルをあれですね、ケアした感じの動きをしていますね。上級者得意のムーブ。さあ出ました、いつもの空中投げ。なんか怒っています。青の頭、おすごい感じです。そこに誰もいなかったはずなのにここの絵が当たっています。おあーおすごく発生が早い。ジャイオクでなんとかなっています。さあダイエガから昔からあるコンボ、おちょっと変わったコンボ。さあ追い詰めながらもオビート、全然気にしない。アンモハダマ戦ってみきでしょうか。終わらせると言いながら終わりがちなマトイココノエ。さあ拍手が響き渡っていますが、マトイココノエここで終わるような男ではありません。さあどちらが勝つのでしょうか。緊迫した試合になってきました。さあお互い実力者だけあって展開が読めませんね。さあ 6C 的な何か。さあここはすごいスピードで飛びかかってくるアンモハダマですが、展開が速い動きですね。さあおっと降りてきますね。急にインファイターになるマトイさんですが、さあ急になんかファントム的な動きを繰り出したマトイココネですが、画面端を背負わせています。あの置き攻めだからしっかりガードしている。今日のアンソンハートは非常にガードが硬いですねと言った瞬間に崩れていく。素晴らしい。さあクルクル待っています。絵面が悪いがダメージは高い。さあブロークンで止めていく。おっ 2A で前転を買っている模様。完璧なセットプレー。さすがやり込みの鬼といったところでコンボ見せていく。さあさすがやり込みの鬼といったコンボ見せていく。さあコンボ見せていく。さあここ空中投げ展開が早いですが、お互いちゃんとゲームをやってるのか。日本周りのなかなかシビアなコンボ制度を要求されているんです。まあ 6C 締めから、あ 6A が見えない模様。さあこれはここはバースを使っていきます。なかなかいい判断ですね。オーバードライブを使われると何が起こるか分かりません。さあライヤーという動きでどっかに行っています。終わらせますよと言わんばかりのアンカハラマですが、おっとジャンエが、さあ伸びますと言わんばかりの素晴らしい。やはりまといここのボタンの押し方が非常にうまい。さあ非常にいい勝負ですね。お互い上級者だけあってついていけません。コンポセートは非常にヤバかったですが、お互い気にしない感じが素晴らしいですね。画面を追い込んだまといここのですが、ここから魔の置き攻めが始まります。さあまたガードしているアンカハラマ、今日はなぜかガードが硬い。何の冗談でしょうか。さあ華麗な連携を決めていきますが、全然届いていない模様。どこに行くのか。さあどこにいるんでしょうか。お互いのキャラクター早いですね。でも今のマトイさんのダッシュ、素晴らしいダッシュでした。今のはかなりやり込みを打ってましたね。さあ共通システムを使うのがうまいプレイヤーはうまいといったところでしょうか。何が起こっているのか。ああさすがに中断が見えなかったか。かなり遅いタイミングでの中断、さすがのアンソンも見えなかったということでしょうか。さあ緑のことがどんどんと汚れていきます。これは思ってたくでしょうか。おっとガーキャンで切り返していく。ガーキャンの効果音がピシーンと書いて非常にダサいですね。さあこれはおっと鎖が止まってしまった。だがリターンは低くもないが、そこでも入っている模様。さあ後ろに回ってダメが、ウロボロスの立ち回りがやはり強い。昔から全然変わらない。さあ 2C から 5C をだんだん入れている。素晴らしいダメージです。安定的なコンボ2925も減っています。さあ 6A タイプ出なかった。 6A で崩しをしようとしたところに、マートイさんの心が圧倒的な、あすげえ、なんとも使いづらい技ですね。さあおーあーっと何かよくわからない設置物に引っかかって、アンサー様クソキャラと叫び、なんか謎の機械で引かれる。これはさあ出ました、カズニアマックスウェル。元ネタは何でしょうか。気になるところですが、マトイさんのコメントも元ネタがあるんでしょうか。さあ始まります。ここではニューが意外ときついらしいですが、さあ漆黒さんはあまり興味がないみたいでグラブルをやっているのかな。何もやっていないとのこと。暇そうですね漆黒さん。何が起きているのか。おっと俺は
画面見ろ画面と。さあなぜかアンゴハンダが起こっている。さあ画面を見て解決するゲームでもないので、これは6尾から。さあ画面を見ている。さあなんか重力的なものを使った限定コン的な何かを繰り広げ、すごい研究量が生きています。3000のダメージ、なかなかいいダメージ。さあワープしてきました。さあ何が起こるでしょうか。さあラピキャン 2B 全く見ません。だが1段目の時点で崩れていた模様。まといここね、ここに来て急に強い、まるで上級者のような感じを出しつつ、さあ開幕空中ダッシュがお互いに噛み合い、先にボタンを押した方が勝った模様です。急に原始的なゲームになりたかったブレイブルーですが、だがここから奥深い立ち回りが始まります。なんか飛ばしてきました。さあ後悔するなよと、確定でしょうか。さあ激ダサエクシードが来てるからの、バチバチバチ、素晴らしいダメージが光っております。状況は最悪。そして空中ダッシュを見事にザンビーで落としていきますが、さあ愛とテンションを上げていくハンドハンドマ。さあ落とす技3360ダメージ、なかなかいいですね。お互い展開が早く、さあ三振がカウンターしました。これはたまらずワーストを打っていきます。さあ立ち回りとは意外とここまでは窮屈な感じが見えますね。これが不利といった理由でしょうか。だが何とも言えない感じでジャンディが育ってしまい、おっとこれはちょっとしたコンボです。おっとこれはやばいやばい。さあガードガンズルで切り返し、命の剣を感じたガズギャンマクセル。さあ空対空ちゃんへ非常にうまいですね。さあ 3C からちょっと入らなかったが、 6C を振りまふわーっと。さあめちゃくちゃ力強いキャラクターに急になり下がるまといここねですが、だが素晴らしい技なんですけど、この2チームは1位と2位の組み合わせ決まった後にポンポンと入れられちゃうんで、ご了承ください。お願いします。はいらしいです。さあ何か始まっている。ガズニャンマクセル対アルブジン。さあ今回のチームは誰と誰になるでしょうか。全然わかりませんが、さあゴードラクが割り込んできてトーナメント表を手に、そろそろ進行が始まるみたいです。さあガズニャン氏非常にうまい立ち回り、だがアルブジンもここは前に出る。さあ非常に翻弄していきますね。今回のリオは少し評価が低いですが、それでも使いこなしています。さあこれはガードキャンセルじゃなかった、普通の OD かねよく分かりませんが、すごい減っています。なんでしょうかこれは。テンションが上がっている。だがちょっとしたコンボミスから、このゲームのコンボミスは非常に大河が。さあアルブジン見事なコンボを決めていきます。叩き落とす技、おっとなんか氷の結晶が出てきました。ガードキャンセルでごまかしていきます。さあ立ち回りが若干説明しづらい感じになっていますが、おー窮屈窮屈。おーっとこれは風には勝負を決めにいった。これは最後までバーストが打てない系の CT からある昔からの叩き落とす技。あれ青いぞ。さあアイとか言っていますが全然良くはなかった。さあだがなんだか知らないけど勝っているカズニャ。やはり最後までボタンを押している必要があるんでしょうか。おっと6A 対空非常にうまいが若干繋がらなかった模様。出ました高速中断。さあアルブジン少し追い詰められているが、だが1回でも触れば、おっとこれは触っていく。さあ 6A 非常にうまかったがちょっと早すぎたか。さあうまいと言いながらアンソンシー結構なかも。おこれはさあアンソンの声援が響き渡る中、置き攻めを繰り出していくアルブジン。ガードガンする非常に速いタイミングでガードガンする打ってきますね。やはりニューの防御面は多少不安が残るんでしょうか。ちょっとしたミスから C を招く結果に、だがなんとか生きている模様です。さあ一点攻勢のここアルブジンダッシュを通していきます。ゲージを25パー使うことによってちょっとかっこいいコンボをして叩き落とします。さあ置き攻め的な何か。さあ俺にも飛び道具があると言わんばかりのアルブジン、かなりいい飛び道具を持っていますね。ナインにも欲しいなと言わんばかりの。おっとこれはさあ無駄だ無駄だと言いながらダメージを食らいつけているアルブジン、大丈夫でしょうか。さあ下段攻撃非常に速い。これはなんだかデンジャーという文字が光っていますが、おうわやばいこれはやばい。あーっとこれはさあカズニャン氏素晴らしいコンボやり込みを見せていきました。現在アテナ日本橋に漢字台は2人しかいないらしいですよ。えさあ遠征戦そんなえげつねえことを。さあポロピッチの名誉のために今のコメントは伏せておきましょう。
さあだが試合はの方は始まっております。さあアンザンハートの若干調子がいい模様。うおこれはなんだ、終わらせますよ。さあガーキャンオーディから、じゃあリバーサーオーディか。さあオーディ時間が長いので、さすがのポロピッチをめぐりちゃんリディは防げなかった模様。だがアンソン貫禄のコンボミス、そしてボロピッチョの方はコンボをミスっていない模様ですかね。素晴らしい、最後まで感動しました。やはりこのゲーム1回のコンボミスが命取り。さあ圧倒的な圧力をかけていきます。さあタックルタックルタックル、さあ何ということでしょうか。3回もやってきました。さあ隅が出るパンチからなかなか手痛いダメージを与えません。何が起きるんでしょうか。さあ 3G3G ジャイオクさあ2300も減っていますね。やはり今回の単発火力なかなかいいものを持っています。さあアンソンシーウィキを見てコンボを練習した。さあちょっとミスってる、おおだが飛び道具なので反撃はなかったらしいですよ。さあ目の前に降りてくるハンターです。あっとさあ足が若干短いが白目は足を伸ばしている。おっと目の前に降りてくる、アンソンエレベーター回ですかね。素晴らしい、あーっとこれはちょけてしまいました。さあ名前はアクティブフローですが、そんなものなくても勝てるよと言わんばかりのバースト読み。さあ怒涛の中段攻撃襲いかかります。さあ行きますよと言いながらのちょっとディレイをかけすぎたか。さあ何かが暴発した模様、おそらく後ろジャンプなんかが暴発しましたかね。さあ驚きましたというコメントが入っていますが、驚いているのはアンソン氏自身の模様です。さあ、あーと捉えてしまった、これは痛い。さあそこそこ痛いです、本当に痛いですよ。さあアンソン頭大丈夫か、おこれコパンで切り返しています。さあお中段からの中段、圧倒的土壇までちょける男アンソン。さあこれはよくわからないところから真上に来ました。さあ 3C、 おさあ今ので投げ抜きを仕込んでいないポロピッチもさすがというべきでしょうか。さあ何か起こっています、ごちゃごちゃとしているが、やはり先を読んでいる男、奈良の英雄は伊達ではありません。さあ申し訳ないと謝るアンソンから不利と。なるほど、なかなか新しい理論が出ましたね、ゴーダ理論。うん、岡白明の強気ダイヤに合わせていく、なるほど。ほーさあそんなこと言ってる間に試合が始まるし気になるところです。じゃあこれで決めましょう、白明が勝ったら五分で、白明が負けたらビフリ。さあこれはおっと 3C で切り返していきました、すごいですね、受け身からいきなり 3C というこの非常に攻撃的な姿を、そうですね精神的にゴム、なるほど。さあ精神的ゴムくるくる。さあ急に剣道が始まりましたが、だがなんとかなっている模様。さあ致命傷で済んでいる、だがまだ来て、おーっと怒涛の攻め、あお前と、さあははは、ははははと笑われている模様ですが、このピッチャー圧倒的な実力を持っていますね、さすがというところでしょうか。だがカズニャン氏もここは負けてはいられない、丁寧な立ち回りで薄めの体力をちょっとずつ蹴っていきます。まさしくボス戦のような構え、おっとこれはうまいですね、あうまいですね、なるほど完全にニュー使いですね。さあ叩き落とす技、落としません。おっと上から降りてくる侍、さああのジャンビーなかなかいい性能をしているので、このままさあ怒涛の連携、まさしくハメキャラといった風情でしょうか。さあ後ろに回っているが見事にガードしています。入線はやはり慣れている模様ですね。さあ彼女がニュー使いだからやはり慣れているといったところでしょうか。何が彼女だよ何が彼女だ。さあこれは降りてくる、タックルからの 3C。 さあフレーム的にはガバガバな感じですが、それでもやはり決めていくのはポロピッチョ白面。さあカズニャン氏ペースを終始握られてしまいましたが、やはりこの格闘ゲームというジャンルは厳しいですね。いやー勝てなかった、つらいな。まあでもこれで運営に専念できるんでということでね、はい行きましょう。で、ごめんなさいね、決勝大変お待たせしてます。じゃあ、こっから、組み合わせを決めていくんで、1位抜け読んでいきますね。天地スワンペン。さあ、井野さんも、メルブラからブレイブルーに転身して、ここまでやってきました。ね、イブとかいうやつと比べて、ちゃんと根気よくやってくれる井野さん、大好きですよ。え、これ配信止まってるとかない？大丈夫やね。よかったよかった。はいはい。じゃあ行きましょう。
どうしたテラルナ、テラルナじゃないテルリンできてるよ。さあごめんなさい、ちょっとツイッターで拡散している間に、はいはい、ありがとうございます。体力、おお、後ろから飛んできた。だが、あっとコンボミス、あ、ワンチャンができて、あー、だが飛んで逃げる、あー危ない、あー、ちょうど動かそうとしたところに、さあ対空から、おっとコンボミス、おー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 、久しぶりに見ましたねスープラ。まあ中段卓に対してビビらそうという魂胆なんでしょう。だが中段卓をやめない、風を吹いてとりあえず画面端を継続発火して逃げてみなさい、中乱卓。さあまずは、まずはというか2本目ですが、しっかりセットプレー。開幕はバネットに、おっと中乱卓、風を使ってアクティブフロー、優雅にお茶を飲んでいく。さあコウモリ、哺乳類爆弾がついた、哺乳類、カエルは爬虫類、あ違う両生類だった、ごめんなさい、補正が切れるというかセットプレー、中段から中段ガード、さあ後ろから中段、中段風復帰、さあ哺乳類がいって、さあなんかよくわからない哺乳類、哺乳類、おっと今カボチャ君が一瞬見えた、そんなところ、あ、個性が、だがある、これはガーキャン読みっぽいですね。あ、ガーキャンがゴビに化けたが助かった、でんでん、これはどうなる、え、あー飛び道具無敵を利用して、うわ動かなく、うわ進んでる、ダーチューラン、これはどうなる、アクティブではないが知らない、ドット、あーわめい、いやあー、なんかゆっくりお尻餅ついてるところにナイフ飛んできましたね、しなやすでしたね。カエルを爬虫類って言おうとしたい食べたことないですよカエル、食用の牛ガエルあるみたいですけどね。さあ滋賀勢の天地くんが福井勢の溝井さんのところやってきた。さあフェンリッチ、さあ溝井さんを応援する。さあその前にまずはネシカとの対決、ミゾエンネシカを読み込むことができるのか、読み込んだー、完全勝利したミゾエンテ、ドゥルルー、あれルルルル、あれなんか雰囲気流れ変わったな、チャラララルルル、あれ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 これはえ、マジでミゾエンさんのカードが自傷干渉を起こしている、どういうことだったのよ、あれ、なんかしかもフェンリッチが動揺している、僕の英雄が映らないんですけど、あーなんでだよ、え、え、これ溝江さんのカードに問題がありそうな感じですね、さすがに3回目ですからねフェンリッチのオーラ、いやいやいや、そうやったらフェンリッチのカードも読み込まないとおかしいんで、これはミゾエンさん、いや、なんかあるんでしょうね、
時期以上みたいなのが。そしてほら、あのカード読み込み画面終わった瞬間に復活してるんで、ちょっと溝縁さんが自称監視を起こしに来てますね。というわけで始まりました、フェンリッチ VS 溝縁。中断。さあ溝縁さん、フェンリッチは初めてか。せっかし中断カウンターしている。さあ溝縁さん、フェンリッチは初めてですか。力を抜いていきましょう。力を抜いて、これは大丈夫だが、危ない危ない、必須ようなインフのリバイドのみだが、ここで抜けた。西田君飛んでいる、カウンター、ファーストハック、あーロビーカウンター。これは当然のように、いや、クリアツ。さあ、なんか、フェリッチ何事もなかったかのように席を立って椅子を直す。さあ、余裕でしたね、と。おっと、何も、これがニコニコ動画に上がってしまうのか。さあ、そうですね。これで、ここを勝ち抜け。じゃあ次、影響隊呼びまーす。はい、フタバレット VS スレイヤーズール、開幕は D、2B。これは AAA。さあ、ずらしていく。大ダメージは今のところもらわないが、ここで、クー投げ成功。D から、ハンスでどっか行って、ツーヒート。めくりから、これはしゃがみは確認できなかったが、グッサフで追撃。うわ止める。フリントシューター、なんかそんな感じ。おい、6B? どちら、あ、イワシ終わった、開いた開いた、ポロリッチョの勝ち。はい。じゃあ、B が空いてるので、イワシグランディアとヒュンカマックスチーム、B でいきましょうか。イワシグランディアとヒュンカマックスね。まだ1本目が終わっていない、補正を切るこのおっさん。あっ、あー、だが今の危ねえ、危なすぎる。危なかった。裏からしゃがみぐらいを確認して、なんちゃらキャプチャー、しっかりつないでツーヒート、こっつて、ああ、ずらす、このずらしが、今度は下段、老害、老害な、老害、どっちだ、わかんないな、うっ、さっきも見た、うっ、確認して弱点、あぶり、両方ついたぞ。これはゲージを吐かない、うまい、ファン。さあ、とりあえず下を消したところで、バソ、ずらす。さあ、あー、ゴキブリアズラエル、アンス、ドドン、ドンドン。さあ、まずはフタバレットが1本、1本じゃない、先方戦。だが出てくるのは草壁いざよい、そして対するは怖いわ、大人は、フタバファミリーは怖い、あの放送会を見習ってと言わんばかりに。放送会怖いけど、あの専属マネージャーが一番怖い。さあ、その専属マネージャー草壁、ほらウィードさんが大人汚いって言ってますよ。未来ある少女がね、こうやってね、大人を信用できなくなっていくんですよ。まあ本当に少女なのかどうか僕は知りませんけども、いらんこと言わんでいい。怒られた。
さあ何歳から下を少女と呼べばいいか分かんないからね。それあのうんはいお僕はみんな少女。じゃあガトーさんはつまりおっとはい行きましょう。おっと画面を見るとテーラテーラをしていたがライチがコパを吸っていました。姿勢の低さも相まって指針です。あー黒が抜けるそうやつ。さあトランザム中村雄一からのうわいえそしてワープも出ていない。嘘マジでさあ思わずうなだれる若い天智くん。さあ誰が開幕捕まえてソニックサイバーソニックサイバーソニックサイバー。さあ2尾から下段が通る。降りてきてもう一回ツバメジメ中段 B から6尾へつないで白髪チュンじゃなくて降りてきた。さあ非常にコンボが長い。投げからキャンセル王子珍狼おら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 北斗もくれつく。さあだがまだ終わるね。うんあれをアクティブフローには俺は聞こえへんとアクティブフローにしか聞こえへんっつって彼はそんな名前にしています。さあこれ買ったら寺田さんやと意気込んでいく椿椿じゃない双葉レッドあ双葉だうわなんか様子見したら冒頭できた。はいチョンチョン徳原が開幕から俺争うって言ってたんで。さあどうなることやら。さあ打ち上げてさあコンボがつながるいっぱいいっぱいチューンツバメ飛んでいる素晴らしいコロコロコロダンが当たってコロコロコロあーっとあーなんであんなに受け身の時間が長いんだ。はー勝っていくシェアは竜林光竜林光失敗竜林光知らない人は後で調べましょう。本当は竜威層です。皆さん、竜林光知ってますか？竜林光。知らない人は調べましょう。竜林光知らない。あ、これ以上はちょっと言えないんで言いませんが。上はスカル。あー、コロコロしたら D が飛んできて。助かったよ。大丈夫、大丈夫。うおー、捕まえて画面端さあ、2ヒットリフレクトキャプチャー。あうわ、素晴らしいしっかり D を押してあれしかも貯めといたら多分あいつの拒否も当たらなさそうやね。うん今日リミッター解除してさあ失教的には駒投げしたかったがここはチーム戦なので6連を選んでいく。あーこれあーこれ大丈夫助かって。さあ落ち着きを取り戻したが転がって様子見転がるラピキャンから素晴らしい。やっぱあまり言わない方がいいんですかね。僕が言った瞬間双葉さんが急に崩れ出したんでさあマジでいきましょうマジで双葉なとりあえずヒートはしたが安い設置してあーっと上にちょっと入ったが青いこの店だがコパーンコンボミスだが前提コンボミスもうそういう補正ああなんか体無敵ラーチューだなんだよ一体テラルナさんと対戦できなかったパーフェクトまだやってないよ。あ、やってるんか。
キューちゃんところは買ってる？はい、報告をよろしくお願いしますよ。さあ、自らを癒すことしかしないこのセリカーマーキュリー、さあまたカラーがちょっと気持ち悪いなカラーがあれ、さっきまで気持ち悪いと言いまくっていたケンさんがそんなことはねえよと。さあ中段中段バーファルラガードして即バースト、うわー漆黒サーキット緑コーラを抜けてねえ、さあ、カドモスをガード、そりゃ止めて、ゴシ単発、裏はガード中段、さあ、ファフナから B 竜、これは飛んでいる、当然入れ替えるでしょう、良いぞと。さあ、たん、Q さん、対戦相手からクレームが届いてきています。笑かすのをやめてほしいと。良いぞの瞬間に今クスクス笑ってましたよ。やめてください、対戦相手を笑かして油断を誘うのは。はい、さあ開幕、とりあえず引く、うわー見てはいけないもの、2尾下段で崩れて、これは距離があったから繋がれなかったかな。お互いカウンターなので何もないが、セーリーカーが時間、さあ龍神将を、これはカドモスを出さない、さあ中段様子見、さあさあシュッシュシュッシュ言ってます。もし裏投げはしっかりガードと、ガードじゃない抜けましたヒル接撃流星剣投げ、あああれあれ対策かな、なんか突進してくるやつ、あーっとファフナー打っていく、ソーラーよ、ジャッシーがこれはしゃがみぐらい、ソーラーよ、さあ竜爆戦も打って死なない、さあ、あーなんか見えてる、あーうー、さあこうしている間にオセリカの体力はじわ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 と、レンジャーだぞ、おーっと突然の合詞、ある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 、さあ 1-1、 おっと今グランディアさんが天地くんやられた瞬間ガッツポーズしてましたね、やったーっつって、中段ガード 3C でしかもちゃんとステップにしてバックステを買ってましたね。サイリン撃が飛んでいる、パフナーはこれはお咎めない、コンビからゲーダウン、バクステをステニエで買ってパフナー、コービー C から再人間カドモス、これつながらない、カドモス、あーつながってしまう、回復してニビチューン、あたコンボミス、カドモスまで流星撃確定してしまって、あ、なんで回復してコンボが繋がってるんですかね、面白くなってきたぜ、あああのさケンちゃん、コンボ見せた瞬間面白いってのやめよ面白くなってきたぜ、あ面白いって人が悪すぎる非常にいい流れだ。さあ奇跡も魔法もあるんだよ、ブレイブルー界のキューベイこと Q、 さあそのまんまですけどね、ブレイブルー界のキューベイ焼き払え、さあさあなんかリーチでは全然負けてない、あっとなぜかフリーフレームだったが
はずなのにボタンを押しているクンツァイト。さあストックして Z、 あーなんであんなリーチがあるんですかね。あーなんか崩して妖精さんクンツァイト。さあアマネは言っている、どうしてこんなひどいことするの。さあ危ない、さあアート、降りてきてあるぞ、アート、 D ゲージが最大、おー相手をおちょくっている、一生当たりません。捕まえて、うわー回してから上、さあクンツァイト、なんでどうしてそんなひどいことするの、こんなのってないよ。さあひどすぎるシューティングゲー。さあ水炎をくー、ゴッドハンド、クンツァイトを使うまでもないわと、クンツァイトを自らの上に落としていく、やばいなあまりの技は何も当たらないこれあまりのターン当たらない、やはり当たらない、うわやはり当たらない、うわクンツァイト、そんなの絶対おかしいよ、当たる、うわおかしいよ、おおうわないんであまねはつらい、ほうなのに勝っているのは9、あラムダとかね、まあテイガーラムダもあのグランさんにしたら、いやテイガー夜だよとか言いそうですけど、さすがにそれはない、さすがにそれはない、いざよいとかおやつだよとか言いそうですけどはい行きましょう、開幕は力強い、さあスレイヤーが切れている、俺早く帰りたいのにもう知らんわ、ジャンビよブンブンブン、で3段と思ったら、あ裏返ってダンプゲラン、しっかりあだが勝ってる、すげえ A 押している、これはとりあえず威力がつくがまだ全然ダメージはずらして、裏から素晴らしい、あー非常に動きがいいですねスレイヤー君、うまい、ゴークシーからラピキャン、ゴーエビーから、え、うわー、ええめっちゃうまくない、えめっちゃうまくないんだけどびっくり、これはファンが増えますよスレイヤーズライル、あーびっくりした今、うわ素晴らしい、3段入れて壁板して、さあ読み勝つ、6A からとりあえず D、 あーだが回すことをやめない、この1回が怖い、抜けている、さあすどうする、ディガード、あーいい 6C でしたね、 6C じゃない 3C ね、うわー高校で出し切り、カタワルト失敗、飛んでいる、ゴミクズがと言われて投げられなぜ、まだある、うわー何それ、何それ、ガフ、あガフですか、あそうですか、あっと飛んでフィールアズライル飛んでいる、素晴らしい、2秒いってグッサフでダメージを取る、 ABC から3段、 AB ですねごめんなさい、下段ガードして中段立っている、これはおー飛んでいって終わり、あーいいですねグラップしっかり仕込んでいる、ガゼットミング殴りゾーン、おー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 大丈夫、助かってる、何もない、よー素晴らしい、さあここでバーストハック
とーワクスでかわして、サンダウン踏んでパッツァー、サンダウン、これはさすがに知らないが、もしからビュースタッフ5へ5へ5シー6シー、うわーゲダウン、素晴らしい、勝ったのはスレガスタイルダオス。いやーいい動画でしたね。おっと双葉さんがおかわりの準備を始めている。飯なんかリツイートに回ってきましたよ。ゲーセン来てる間に飯行くやつは二流みたいな謎の。さあだがここまでかなり活躍してきている徳原、さあツバメガスかって、やっせ自分で突っ込んでる、やっせ今のおしゃがみぐらいやろ、フラットサイズ B D あ助かっている、邪魔なんだよお前がな、昇竜拳は見せ物じゃないしむやみに振ることは許されないんだ、いい、うわーしっかり振っていく、シータくんめくり中段からまだを拾える、これはああ浅い、だからまだある、あーガントレットまだ終わりじゃねえぞ、いやっていうかナイトメアで落としてキャンセルラビカンオーディしてさあコンボしているのは徳原、ああっとこれはタイミングがずれたか、うえナイトメアを潰すライスさんのゴミマジパネース、中段からこれはバス空いていく、まあ一本取ってまあ取られてたわまあ早めに吐くのはアクティブフローなくなりますが、まあバーストが返ってくるという可能性を含めるならありですね、でねねねね立っている中段ガード、ヒルズからノーキャンディバイダー、おーっと B 筐体はフェンリッチに勝っていく、旧漆黒素晴らしい、いやフェンリッチはねやっぱない苦手な気質あるよおー重なっていない、まあもちろん Q ちゃんのやり込みがね結果を出してるんですが、落としてチンロを打っていく、まだある、ニオキマジでいくぞ、 DD なのか、フラットサイズ危ない、ガントレット、さあじっとしていられないたちなんですよと、どうなったんだ、待って放送終わってんだけど、放送が終わっている、どういうことだ、待て放送が終わっている、これは危ない、放送が終わってしまっている、これは俺のアカウント取り直しましょう、すぐに、そんな時間経ってたか、その程度か、
次はないぞ。もしあらっとさいぞ。ここだ。行くぞ。勝てやこら。死ね。くそが。この二人は。よそうと。バカが。よそうぞ。よそうぞ。よそうぞ。バカさんやっている。その調子は頑張ろう。その調子で。遊んでるのか。レベル2アクション。この野郎欲しい。ゴーセットサイドファイト。タイガーコブラやっぱりだ。ジェンダルトルシュッ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 ほしい、ほしい、ガンプレット、バカが、シャック、ほしい、頑張れ、ガンプレット、すいませんね、非常に申し訳ない、また延長できていなかったということで、本当に申し訳ない、何度も何度も。というわけで、急遽僕のアカウントを取り直して放送を始めました。すいません、しっかり放送のね、残り時間を見ないといけませんね。おーっと、さあ勝っているスレイヤー、本当に申し訳ない。途中で配信が終わってましたね。バコズです、すいません。あ、本当だ、対戦会になってる。なんで、これはい、さあ体力リードはイワシ、ポンツァー思い切って打ったが、さあ誰でもできた、だがまだ、さあそして決勝です。はい、じゃあ行きましょう。決勝戦、イワシグランディア VS 漆黒9、漆黒9で、フェンリッチのところと徳原の方は B 筐体で3決やってください。これで終わりです。スレイヤ君ごめんね、時間ごめんね、まだいける。グランさんは決勝っすよすいません、本当に。 OK、 間に合った。はい一応大丈夫ですかね、配信とかも問題ないですかね。アカウントが変わりましたが、今僕のアカウントでやり直してるんですが、いや、アテナ配信は続けてやってますよ。ごめんなさいね、くるぶしさん、申し訳ない。本当に過去に何度かやっているにもかかわらず、こうやってまたすいません、本当に。さあ、ナインテイガーってだいぶきつそうですけど、テイガーが果たしてどうなんでしょう。さあ、まだあるのか。え、なんか画面外からくんちゃんってやってきたけど、今そんなありこんなのってないよ開幕スレッジ、うわN
なんか上にあるが抜けていく。さあだが捕まえられない。そしてやはりくっついと奇跡も魔法もありすぎだろう。くっついと飛んでいる。くっついとどうだ。何それ何それ、なんでカードできんのあれ。さあほう、なんか怪しげなものが出てきた。あーと助かった。諦めない。あースパークボルトが、大事な大事なスパークボルトが、あーなんでだよ。あるぞ。押している。あー押している。逃げて、ようやく捕まえて、あれで抜けられるんや。ゴッドハンド。ああなんでだよ。ボタン押してましたね。ワクオツです。こんにちは、いやこんばんは。すいません、アテナのねチャンネルの配信が終わってしまったんで延長してやらせていただいてます。僕の方のアカウントで。さっきくるぶしさんがアテナの配信はこれで終わりなのかって言ってたんで、教えてほしい、教えてあげたいですね。ぜひ。さあこのまま漆黒が勝てば優勝。イワシは、まあでもね、大将のイワシはかなり根性値高いので、まあ見ていきましょう。マジで行くぞ。当たっていたが、さあそもそも岩を出し切る。落ちろ。さあキャンじゃないか。おおお、起き上がりで、おお中段が通る。さあしっかり火の部分を当てていきますね。対空うまい。上を見ている。BCCDCD とりあえずナイトメア。おっとうまい。あーうらさあ逃してしまって、うわー D サーフィンじゃない、 D ディバイだ。あーダーキャー読んでいる、素晴らしい。さあまずはイワシが1回。弾を打ちつつ、ナイトメア、カウンターだが、まあ入れておいてもいいでしょう。さあ 2B から走っていって 6B シリシリナイトメア。これはマジか。キャンチャー通り使ってカーネージ一方的。さあイワシどうした、イワシ、イワシさあイワシと突っ込んでしまいましたが、あれ力が入らねえみたいなことを今勝ちセリフで言ってましたね。あ入りすぎ、あれセリカのことは覚えてんの。ああそのラグナ君がどこまで覚えてる、どこまで忘れてるのかが僕も分かんないんでね。まあ記憶あるキャラないキャラももちろんいますし、
あ、そうですよね。アーケードモードで対戦中のやつで選ぶのの記憶状態が違うっぽい。あ、そうですよ。だってちょっとまあ対戦始まってますから言いますけど、みかん野郎と対戦して、最初ね、負けたんですよね。はい。あ、お疲れっす。気付けてね、対戦して、もちろん負けたんですけど、みかんが勝って、ほんでこれは僕の人形だから触らないでよみたいなこと言うんですよ。でもその後俺に勝ってランクアップした時に、やったよ姉さん、段位が上がったよって言って、彼らがおーガバガバやなみたいな話があったんで、でも記憶はなくなってても技名は覚えてる。ラグナ、さあやはり難易を知らないとやはりまずいですよね。知ってても対処しづらいキャラなのにもかかわらず、さあ開幕のあのね空中リーあるじゃないですか、あれ硬直は全然ないんですよ。着地硬直が後転かってくんざいと、さあホグワーツへ入信、入れっぱをすると、あーゲダウン、なんだなんだ、釣り落としたか、うわーなんだそれ、いやくんざいだぞ。さあなんで残ったアメジスト、というわけで優勝は漆黒Qチーム、おめでとうございます。 Q さん一言、すまない。何がすまない。いやー圧倒的でしたね。あんたはいなかったら何もかも始まらなかった。はい、というわけでちょっとね途中配信チャンネルの方の配信切れてしまいすいませんでした。今日は写真撮影どうしようか。一応撮っとくか。そうですね、じゃあ撮っときましょう。じゃあ写真撮影いきますか。名前ガチやるの、いやさすがにっていうか名前ガチやるって言ってた本人片方帰ってるんでね